おはようございます、今朝の7時49分なんですけど、今から韓国に行きます。嬉しい、本当にもう3年ぶりの韓国なのでとっても楽しみです。ちなみに今日私は3時前ぐらいに起きました。もう昨日の夜8時ぐらいには寝て、で3時ぐらいに起きて、なのでもう気分的にお昼なんですけど、まだ8時前っていう、びっくりです。でも韓国は2時間ぐらいかな、着くので、まあ、そんなにフライトは長くないので、ちょっとゆっくりして到着を楽しみに待ちたいと思います。ということで行ってきます。はい、ということで韓国に着きました。やばい、もうなんか久しぶりすぎて、空港の駅を降りた瞬間からテンションが爆上がりなんですけど、でも今一つ困ってることがあって、なんかマップの使い方が分かんなくて困ってる。なんかネイバーマップってやつ入れたんですけど、なんかうまく使えなくて、ナビゲーションができなくてどうしようかと思ってる、本当に。でもとりあえず今から私はお腹が空きまくりなので、とりあえず何か口にしたいので、なんでも市場、なんでも市場に行ってみようと思います。お腹すいたマジで。ちなみにホテルはコンドク駅っていうところのロイネットホテル、ロイネットホテルソウルみたいなところに泊まっております。私このコンドク駅初めて来たんですけど、なんかすごい都会っぽい。ソウルの隣なんですよね多分。めっちゃ都会っぽくて、超なんか道も広い。じゃあとりあえず地下鉄に乗ってナンデムン市場に向かいたいと思います。ここがコンドク駅です。ここかも。ライスピーパービジテーブルヌードルハンドメイド、ハンドメイドハンドメイドヌードルライスピーパーヌードルワン、ワン。Thank you. すごい量の昼ご飯です。このビビンバを頼んだんですけど、こんなにセットでついてきました。いただきます。
でご飯食べてきました。めちゃくちゃお腹いっぱいです。あんなにセットが来ると思っていなくて、しかもなんか一人って言ったらすごい端っこのなんかめちゃめちゃ激狭なところに案内されて、椅子もめっちゃ不安定な状態で食べました。でもすごいお店の方も親切で、すごいニコニコでとっても美味しかったです。おすすめです。めちゃくちゃ安い、あれで800-8000ウォンとかなのでめちゃくちゃ安いです。今からはちょっとミョンドンに、とりあえず韓国に来たからには行きたいなと思って今向かってます。歩いてもうめっちゃ楽しい。本当もう結構やっぱ観光客の人も多くて賑わっております。とりあえずミョンドンへ向かいます。わっ、ほっとくおいしそう。向かいます。ゲットしてきました。めっちゃ可愛い。ああいうなんかおもちゃみたいな指をめっちゃ探してて、あ、待って、私ここ行きたかったと思って。ちょっと入ってみます。諦めてこのオムニピープルヘビーかな、ヴィンテージショップに来ました。ここも来たかったんですよね。
ス。後ろもこんな感じで開いてる。かわいい。この揚げパンにもめっちゃ深入りします。なんかここら辺はちょっと綺麗系が多いかもしれない。おしゃれなワイン屋さん、かわいい。にいるんですけど、本でめっちゃ盛り上がってる。すごい。なんか居酒屋とかも多いのかな。すごい盛り上がってました。ということで、ちょっと今から BOK っていうところに行きたいと思います。あ、なんか暗い。なんか雑貨とか売ってて可愛くて、ちょっと行ってみます。けどこれって割れちゃうかな。割れちゃうよね、さすがに。めっちゃかわいい。かわいい、これめちゃくちゃかわいい。これ割れちゃうよね。これも超かわいいけど、マッチはもう使えないから。ということで、さっきの美容系が可愛すぎて想像以上に滞在してしまい、本当はビジュアルエイドっていうところに行きたかったんですけど、9時前で閉店が9時って書いてあったので、ビジュアルエイドはまた後日挑戦したいと思います。なので私はもうホテルに戻ります。やばい、今日何時間起きてるんだろう。飛行機でちょっと寝たけど、なんか飛行機も後ろの人の咳がすごくて全然集中して寝れなくて、多分今日は爆睡だと思います。明日もショッピング行きたいので、朝から活動したい。ロンドンベーグルミュージアムめっちゃ行きたくて、でも朝から行かないとめっちゃ並ぶらしいので、そこには絶対に行きたいんですよね。とりあえず1日目はこんな感じで、でもすごいいっぱいゲットできたので、めちゃくちゃ満足です。ということで、ホテルに戻ります。おはようございます。本日デイ2でございます。今朝の8時前とかなんですけど、昨日言ってたように、ロンドンベーグルミュージアムに行こうと思って、で本当は7時半前に出たかったんですけど、なんかいろいろバタバタしていて、結局出たのが7時過ぎでございます。7時半過ぎになっちゃいました。並んでるかな、怖いんですけど、私お腹ペコペコなので、ちょっと早く行って無事ベーグルを勝ち取りたいと思います。ではデイ2スタート。ちなみに今日は魔法液を使います。朝は全然人がいないです。場所的にも関係するのか分かんないけど全然いない。でも意外と朝早くからやってるカフェとかも多い。ここも後で行きたいところなんだよね。いいよ、めっちゃ並んでる。ここら辺めっちゃカフェいっぱいあります。あ、めっちゃ並んでる、予感がする。待って、めっちゃ人いる、あそこ。あの人だかりのところです。やばい、めっちゃいる、マジで。何時間待つんだろうこれ。あ、ありがとうございます。するのにも並ぶっぽくて、それに並びすぎてたのでちょっと断念します。オニオンに行ってみます。
すごいな、マジで。何がそんなに元気なんだろう。でもなんかベーグルがね、一つ一つ手作りみたいな感じだった気がするんだよな。ちょっとまたリベンジします。ということでオニオン行ってきました。なんか7時から開店してると思ったら、まさかの9時からで1時間ぐらい多分並びました。でもそのおかげで1回目で入れて、でパンもねめっちゃ美味しくて、まあ食べ過ぎなんですけどとっても幸せなブランチタイムでした。で今からちょっと隣の駅かなに行って、気になってた雑貨屋さんと洋服屋さんがあるので、そこを見に行きたいなと思います。なんかすごい中の方だったから心配だったけど、ここです。着替えちゃいました。もう暑すぎてもう限界だったので、でもちょうどこのなんかマウンテンベストみたいなの欲しかったのでラッキーです。嬉しい。ということで今からどうしようかな。まだね1時前なんですよね。ちょっとプラプラ歩きながらどうするか考えたいと思います。ここら辺めちゃくちゃなんか道も大きいし広々してて、お散歩にめっちゃ気持ちいいです。創生駅に来ました。ここは多分すごい若者に人気な感じのところな気がします。すごい若者が一斉に降りていきました。
崎っていうところに来たんですけど、ここはトンデムンの隣かなの駅です。ちょっと今から私がずっとインスタを見ていたシャロムっていうお店に向かいます。なんかインスタの投稿も可愛くて、なんかインテリアとかから売ってるんですけど、お洋服も売ってるんですけど、それもめっちゃ可愛いので超楽しみです。なんか気づけばもう5時半ぐらいなんですけど、全然まだ明るい。さっき孫世紀にいたんですけど、カフェで最後ゆっくりしてたらマーティン・キムに行くのを忘れました。最悪。結構ね、今来てるこのトンデムンら辺まで20分ぐらい、そんなかかんないかな、10分ぐらいかな、電車だったらかかるんですよ。まあまあって距離が。戻ろうかな。なんか明日も行きたいところ結構いっぱいあって、まだ明日はイテウォンとかそこら辺に行きたくて、そうだから今日行っといた方がいいはいいんだけど、ちょっと一回そのシャロム行ってから考えます。めちゃくちゃ可愛かった。本当、私の最近のなんか気分のお洋服がたくさんあってめっちゃ買っちゃいました。でね、しかももうめちゃくちゃ店員さんが優しくて、いろんなおすすめを教えてくださいました。日本に友達がいるらしくて、そうで、その実際にシャロムに行った日本人の方と友達になって東京でよく会ったりとかもしてるって言ってて、めっちゃ本当に優しい方で、なんかね、そうギフトもいろいろつけてくださったみたいで、みんなぜひ行ってください。そこ本当に可愛いのでおすすめです。その会話のところ通っとけばよかった。店員さんも2人ともめちゃくちゃ可愛くて、とりあえず韓国に来た方はぜひ行ってください。最寄りがちなみにエハ駅かトンデム駅から10分ぐらいなので、ぜひ皆さん行ってください。超可愛いです。ということで、私はマーティン・キムに行こうと思います。戻ります。ということで、また孫世紀に戻ってきました。本日2度目の孫世。今日の夜は何を食べようかな。お腹空いてるっちゃ空いてるんですけど、空いてないっちゃ、なんかちょっと夏バテっぽい感じになってるかも。もう暑くて今日体力がめっちゃ奪われてます。どうしようかな。ジャージャー麺食べたいんですよね。ホッサムも食べてみたい。ちょっとご飯はまた考えます。とりあえずマーティン・キムに向かいます。ティラミスを4時ぐらいに食べてから何も食べてなくて、今めちゃくちゃ体調悪めめっちゃなんか気持ち悪いって言ったらいいかな、すごいフラフラして体調悪めなので、ちょっとなるべく早く食にありつけたい。なんかさっぱりしたのが良くて、水冷麺とかがいいなって思ってます。お腹すいた。ついました。最悪。なんと着いたと思ったのに。戻ります。なんでこんな時に限ってちゃんと見ないといけなかった。頑張るぞ。頑張るぞ。ベーメン。ベーメン。皆さん聞いてください。10時までって書いてあったのに
まさかのやってなくて、私はご飯が食べられないかも。でもさすがに食べないと死んでしまうので、24時間やっているというお店に行こうと思います。でガチャージャー麺を調べてて前に、でその時に見つけた24時間のお店、本当に24時間やってるかな、怖くなってきた。なんかとりあえずそこに向かいます。そこにかけるしかない、本当に。あー疲れた。もうめっちゃ歩きに歩きまくりました。やばい、今日マジで何歩歩いたんだろう。見てみますね、ヘルスケアだっけ。やばい、お腹空いた。その前に、でもその前に見る、22317歩317、誕生日そこみたいな。え、すごい、2万歩歩いてるわ。昨日が18474歩、今日は22000歩以上歩きました。やばい、マジで疲れた。ということで、なんだっけな、じゃん。でもマジ楽しかったな今日も。明日も私は買い物に行きたいんでどんだけ買うねん。あ、ちゃんぽんジジョンっていうところがなんか24時間やってるんですけど、そこでもうテイクアウトしてきました。さすがにお店で食べる勇気はなかった。勇気、元気はなくて。わあすごい、めっちゃいろんなのついてきてる。私なんだ、あ、そう、ジャージャー麺と揚げ餃子を頼んじゃいました。これご飯かな、めっちゃいろいろついてきた。さすが韓国ですね。間違った、普通に麺だったわ別々になってるってことね。麺とあのあれです、ジャージャー麺のなんて言ったらいいの、スープ、つゆ、じゃん、これぞ。あ、いい香りする。これは大根かな。やばい、マジお腹すきレベルが今マックス。なんだろうこれ、大根、これとなんかパックでくれました、大根がめちゃくちゃある、すごいな。これで、まあ、1300円ぐらいでした。じゃん、なんか意外と1個がでかい。やばい、マジで罪悪感しかないけど、でも今日はもう歩きまくって疲れたので、さすがにスタミナをつけないとダメなので食べます。食べちゃうよ。今ちなみに9時半、まだ意外と9時半なんだ。じゃん、こんな感じです。美味しそう、ジャージャー麺。日本であんまジャージャー麺食べないけど、なんか韓国来たら食べたくなる。このなんか色がもう美味しそうじゃないですか、明らかに。いただきます。いただきます。やっぱなんか夜ご飯はお店で入る勇気が出ないです。なんかわかんないけど、昨日もセブンイレブンであのおにぎり買って食べました、ホテルで。いただきます。うん、うん、なんか日本のやつより甘みが少ないかも。なんか酸っぱみが強い。てか私ね、今ここにね、口内炎っていうか、目にこう噛んじゃって、ここ痛いんですよ。だから、ご飯が染みて染みてしょうがない。なのにこんなの頼んじゃった。絶対全部染めるやん。うん、うん、うわー、辛っなんかこれキムチみたいな感じだと思って食べたら違った。なんか なんだろう、あと味は美味しいんだけど、最初のファーストバイトがうんって感じかも。なんか魚身が強い。え、これはもう全部入れていいですよね。もうちょってなっちゃうかもだけど、いけ、イン。うわー、やば、マジで罪悪感。こんなの日本で食べれない。なんかもう旅行だからっていう前提がないと食べれない。あと歩いたっていう前提がないと。韓国の人たちってなんで太らないんだろう。美味しいものありすぎるじゃないですか。でしかもなんか大体サービスでめっちゃついてくるし、いろんなものが。そしてうわ、じゃがいもも入ってる。
あ、グリーンピースがいる。私グリーンピース嫌いなんですよ。給食のカレーライスにグリーンピースが入ってて、てかカレーライスにグリーンピース入ってるのって愛知県だけだっけ。なんか前誰かにその話をしたら、えっ？って言われた気がする。カレーライスにグリーンピースみたいな、すごいびっくりされた覚えがあるんだけど、愛知県だけなのかな。あ、全然混ざってくれない。そう、それをあれどこまで話したっけ、なんかもう分かんなくなっちゃった。それをね、もう一つ残らず全部取って残してました。ごめんなさい。なんて言うんだろう、あのなんか噛んだ後のその感じも嫌だし、味もそんなに好きじゃない。待ってくださいね、このデニムは汚れちゃいそう。着替えよう。私はいつになったらジャージャー麺にありつけるのか。これでなんかあんまり好みじゃなかったらどうしよう。笑うしかない。そしたらてか、そう韓国の人さ、戻るけど話、炭水化物やばいじゃないですか韓国って。なんか普通に麺にご飯ついてたりするじゃないですか。なんか麺の最後の締めにご飯みたいな。なんで太らないんだろう。みんな何食べてんの。いただきます。こうですよね、これ食べるんですよね韓国の麺って。巻いてすすらないっていう。これすすれないか。ちなみにこんな感じです。やばい。いただきます。うん、うん、うん、日本人絶対好きです。わかんない。他のお店のジャージャー麺食べたことないからわかんないけど、日本人絶対好きな味してる。美味しい。幸せ。てか量えぐない。普通に500グラムぐらいはある。絶対に。だってあのペットボトル500グラムだよね。これ500でしょ。うん、え、なんならちょっと重い。600、700ぐらいありそうな気がする。やば、カロリー爆弾だな。おいしい。てかこのこれでモッパン取れそう。モッパンにしようかな。この動画急にやっとありつけましたみたいなところから始まるっていう。何の味なんだろうこれ。オニオン行ってパン、まあ、パンめっちゃ食べたけど3つ食べて、でそっからティラミスを3時過ぎぐらいに食べて、だからご飯食べてなくて今まで。なんか心なしかちょっとこけてる気がする。気のせいや。それはやばい、喋りすぎちゃう。なんかマジでモッパンにしようかなこれ。 Vlog めっちゃ長くなりそう。大変とか言って自分も喋ってるんですけど、なんか喋りたいことが多すぎて、やっぱまだ喋るのかこいつって思ってる多分編集中の私。やっぱでもあの外にいて、まあ喋れるは喋れるんですけど、日本よりも言葉通じないし誰も私のこと知らないし、あでもやばい、どんどん話が広がってっちゃう。今日オニオン行った時に3組ぐらいの方から声かけていただきました。ありがとうございます。え、シュラなんですか風に言っていただいて、まさか韓国で会えるとはって感じですよね。で韓国の人ね、しかもあんまり他人に興味ない気がするんだよな。全然見られないし、カメラ回してても撮れるは撮れるんだけど、やっぱちょっと外の音がうるさかったりとか、あとはなんかお店とか入った時もやっぱちょっと小声になっちゃうから、あんまり喋れなくて、だからここでめっちゃ喋っちゃうっていう話をしたかっただけ。足の甲のところがめっちゃ痒い。プラダのローファー今回履き回してるんだけど、全然歩きやすいんだけど、あの足の甲のところにあの靴のなんていうんだっけ、あそこヘラみたいな、なんだっけが当たって、なんかめっちゃ痒くなってきた。やばい、かいちゃう。このご飯で今日歩いた分は全てチャラ。明日の私お楽しみに。絶対ね多分むくんでる。今日のこのフェイスライン皆さん覚えておいてくださいね。めっちゃシュッとしてるわ今日。なんかほんと心なしか。揚げ餃子いただきます。揚げマンドゥか。いただきます。うん、なんか胡椒強めかも。何なんていうの、何かなんする。ちょっと汚いので苦手な方は飛ばしていただきたいんですけど、中にね春雨が入ってる。これ多分一緒につけて食べたりしても美味しいよね、このソースに。外側がびっくりするぐらい軽くてサクサク。
うん、分かった。豚骨ラーメンみたいな味するわ。ラーメンっていうか豚骨スープの味がする。うんうん。ということでちょっと話しついちゃうので、私多分これあの回ってるとカメラが終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。お付き合いいただいてバイバイ、また明日ね。おやすみ。